フェアリー長距離端用機フェアリー長距離端用機は1920年代後半から1930年代にイギリスで長距離飛行のために作られた実験機である。イギリス空軍のホーカー・ホーズリー爆撃機による長距離飛行記録への挑戦の失敗を受けて1927年12月に航空省の使用書によって設計された。航空省のスポークスマンによれば 単に記録達成のためでなく、長距離飛行の技術の研究のために製作することが目的とされた。風洞実験などの結果、翼内の燃料が重力供給できるように、高翼の構造が選ばれた。燃料搭載量は4742リットルで、重力供給と機械駆動のポンプの他に非常用に風力駆動のポンプが取り付けられた。 長距離飛行のためにオイルフィルターは2系統が用意され、飛行中に交換、洗浄が可能とされた。交代用のパイロットのためのベッドも用意された。フェアリー5やデハビランド DH-QA による試験の結果、570バリー機のネーピアライオン主やエンジンが選ばれた。1号機は1928年11月14日に初飛行し、12月7日に、 イギリス空軍に引き渡され、記録飛行の準備が始められた。1929年3月22日から23日の24時間、飛行を含む試験飛行の後、体験距離で8 0 0 0トルに及ぶインドのバンガロールまでの飛行。その時点での長距離飛行記録は、サボイア・マルケッティエス64の7 1 8 8トルを超える計画であった。 アーサー・ジョーンズ・ウィリアムズとノーマン・エイチ・ジェンキンスの操縦で、リンカンシャーのクランウェル基地を1929年4月24日に出発した。向かい風に妨げられ、50時間48分後にカラチに着陸した。イギリスからインドまでの初の無着陸飛行であったが、体験距離は 6646km で、世界記録には及ばなかった。 二度目の記録挑戦が計画され、その時点での世界記録は、ブレゲー19、疑問不号が達成した8 0 0 7トルにまで伸びていた。1929年12月16日、第1回の挑戦と同じ、乗組員で南アフリカを目指して離陸したが、チュニジアの南部で墜落し、乗員は死亡した。これらの失敗にもかかわらず、 航空省は2機目のフェアリー場距離単容機を1930年7月に発注し、2号機は1931年6月30日に初飛行した。多くの改造が加えられ、自動操縦装置も装備された。1933年2月6日から8日に、操縦士ゲイフォードと広報士 GE ニコレッツが登場し、 クランウェル基地から南西アフリカのオルビス米までの 8540km の飛行に成功し、長距離飛行の世界記録を樹立した。フェアリー長距離単葉機出展、フェアリーエアクラフトシンス1915証言性能。ありがとうございます。